あ、それとな、タジミみたいな街は、まあ自分の仕事にかまけて、需要なくなっても、自分の仕事にかまけてる。売れへんのに、仕事し続ける。もう材料なくなったら、ガソリンの続く限り、街を仕事してるふりして、うろうろする。な。なんでって恥ずかしいからやろ。例えば商店街で、ある店だけ入ってて、自分の店潰れたら恥ずかしいか？商店街全部やられてん、こいつ2回から行こうな。やろ？なんか恥ずかしいの？小泉に負けたん恥ずかしいんか？はぁ、恥ずかしいやつめ。小泉、うせにお前負けたんか？って言われて、ピンと切れへんやろ。仕方切れへんわ。なんか入ってるとこな、たまたまそんなもん。な。小泉の好みには見せないやろ。ダーッ。な。小泉とか、秋江とかの好みには見せないやろ。ダーッ。そうなんねん。それがないやん。ほっとけ、そんなやつら。関係あるかい。な。お前らな。人生の素人やねん。なんだこと。ああ仕事のプロやから人生の素人やねん。な、男が一旦自分のせいにしたとき、こっちが約束されてんねん。知らんのか？どうしようって！